オレスさんの対戦お願いします。はい、ルキナね、得意得意、もうこれ有利カードをさ、開幕調達猛進からの、はい、クースタ決まっていって、これいつもの即死コン来た。ちょ、最近ね、動画でも出してる通り、ボコられまくって戦闘力投下してるから、ちょ、今回の動画でそろそろ上げようかなって思って、ちょ、今回頑張ろうかなってこれ思っております。最高、クースタ決まって、ここは復帰しない、完璧20秒。ケロさんの対戦お願いします。ケケケロケケケロケロチュー、ケケケロケケケケロチュー、熱くバラケのプラペル、破滅へのロンドだ、踊ってもらうぜ、かっけえ久しぶりに破滅へのロンドやったんだけど、こんなかっこよかったっけ俺って。これ女の子リスナー全員惚れてんだろ、今見てたら。俺様の B に酔いな、女の子猫ちゃんたち。てかちょやばい、お腹の方が割れそうなんだけど、ちょお腹使わないようにしていくか、ここから。さあ 91% 対 46%。 さあこの人もバーストしていって勝ち確確定にしたいね。もうこの台の台邪魔やわ本当に。はい、下投げ上まで、ケケケロケケケロケロチュー、ケケケロケケケケロチュー、あっとくばらてるてらべるてらべる、あいやちょ死ぬのそれ、あもう 151% 食らってたのかい。さあじゃああとは勝ち確も確定が確定したところなので、この最後のストック落としていくか、さばいていく。さあ ODA 通って、天才的、ちょこれ本物かな、メタナイトだし、しかも俺この人の偽物に当たってな、切断された記憶あるんだよな、その時ダークサムスかなんかだったけど。そしてメタナイト、ちょ俺今マジでメタナイトトラウマ級に嫌な思い出がさ直近であるから、ちょいやいやもうそれそれがそれ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 本当それ、もう俺絶対これ食らねえからマジで。クソコンボ注意な、クソコンボに注意、もうこれクソコンボ警戒態勢でいきますこの戦いは。もうこれ本物だろうが偽物だろうが関係ねえ、あちょっ、強いよ、よしよしよし、なんか生きてる、やばいやばいやばい、ちょこれはちゃんと帰ってこい、ちゃんと帰って、しっかり受け身取っていく。さあここで復活してきて 108% 対 34%。 いや今横スマだったな、ちょ読んでたんだけど、シャッて帰ってくるやつ、あこれ受け身が取れてませんね、ラッキーすぎる。さあ1ストック先制していった、そして 120% こんくらい食らったら即死はないから、ちょこのストックでいかに削れるか粘れるかが大事。いやこれ勝ちてえな、本物なのか分かんないけど、だってプロでしょこの人、てかメインメタナイトなんかな。うっとまだ生きる、超寿命スマブラがここでも光る、いやもうラッキーラッキー、これ入ってきた、ちょまだ食らわせてえな、80% くらいまで、いやいやこれいっか、メタナイト相手だったらもう少し食らわせたかったな、この 10% 台が一番危険なんだよ。前の俺の動画見ただろ、見たやついる本当に、俺マジあれ、いやさすがに下手すまが、あ待って、よし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 、ここはしっかりと抜けていって、ちょっと体勢を立て直そう、いやもうある程度 100% くらいまで食らいたいんだけど、これ 30% でもう本当にこれクソコンボ始まってそのまま即死いかれるからさ、はいこれ埋めて、よっしゃ上スマ、下投げ上スマ、バチコリで刺さっていく、これいいんじゃないか、まるまるほぼ1ストック、これマジで壊し警戒、埋めて、よし生きてるよ、即死はなんとか食らわないでここまで来れてる、そしてもうこのパーセントだったら即死も、やばい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 、これ積んでるか、うわうめえ、帰れない崖に、ちょっとイザナミ入ってる、あラッキーラッキーラッキー、今届いてなかった、死んでたけど絶対俺から帰ってくる、このチャンスを無駄にしない、はいここで奇跡の生還を果たす、そしてこのストックで絶対倒す、絶対倒す、あちょうどこれやめよう、下すまやめよう、マジで、いやでもほんまにこのストックで倒さないと次のストック即死いかれる可能性あるから、ちょマジでここで勝負をかける、だってこれ本物だったらプロやろ、大金星でしょ勝ったら。あそういえば、まあ、プロといえば俺この前ねプロ野球 の巨人軍の試合見に行ったんですけど、東京ドームに、まあ、その帰りにね友達と見に行ったんだけど、一緒にプリクラ、巨人のユニフォーム着てプリクラ撮って、その写真をねツイッターにフォローしてくれてる人限定でアップしたところ、めちゃめちゃバズって、
マジでイケメンみたいな、坂本勇人かと思ったみたいな、あのリプがすげえ殺到したんですけど、まあ、まだね見てない人いたらよかったら概要欄からね、飛んでもらってツイッター飛べるんでフォローして見てみてください。はい、お願いします。フォローしてくれてる人限定でアップしてるんで。さあ、そしてバトルの方も 34% は 92%、 これまだ即死あるからな。このパーセントリードとは、リードしてるとはいえ全然な勝ってる気になれない。ワンタッチから死ぬ可能性あるから、いや今の刈り取りたかったな。さあ 58% 対 120%、 いやこれ埋めたら勝ちでしょ、もう掴んだら勝ち。とりあえず掴んでいきたいけど、いやなんかすげえアグレッシブに動き始めてる。やばいやばいやばい、ちょっと待って、飲まれんの飲まれんの、マジでこの勢い飲まれんな。ここ刈ると、ここ来るだろう。はい、読んでいく。さあこれ下投げね。はい、 DA 勝っていく。本物か。ムーさん対戦お願いします。ガオガエンね。てかお前これ地面の色と同色なんだけど、見づらいわ。てかさっきの、あのアバダンゴさん本物でした、配信してたわ。勝っていく。はい、ここ横スマが当たる確率 157.8% データは嘘をつかん。さあまずは1ストック目、完璧なデータスマブラ、データ横スマで1ストック生成して、あーちょごめんなさいごめんなさい、ちょっと1回許して。はい、無料で買えるっていうね。さあそして丸々1ストック生成していって、もうこれ価値が確定、うますぎ、これ返ってこないんちゃう。うん、天才。おいこいつ、前回の動画で俺メタボコボコにしてメタナイトじゃねえか、こいつ即死コンボで。お前だよなその名前、俺覚えてるぞ。お前一昨日か昨日くらい戦ったよな。でお前俺を散々ボコボコにしたよな、クソコンボでよ。やめろ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 、オーケー。お前俺は忘れてねえぞ、あの屈辱を、あの屈辱を晴らす時が来た。お前の不運はここで再び俺に出会っちまったことだ。俺と出会わなければな、お前はあのまま勝ち逃げできたのにな。とけどマジでこれボコすからな今回は本当に。ああ思い出したら、前回の動画のこと思い出したらマジでイライラしてきた。ありがとう神様、こいつに復讐するチャンスをくれて。やめろクソ豚が、死なねえから。残念だったな、もうそれそのコンボは俺に入らねえから安心しろ。クソやる、来いよ来いよ来いよ。あぶね、もうそれは分かってんだよ、データスマブラ、データマン舐めるな。さあまずは1ストック生成していく、そしてパーセントも 88%、 もうこのパーセントだったら安心だね。何それ、粘れ、超寿命スマブラで。なんでだから、それ飛びすぎじゃね、飛びすぎじゃね、前もてかこれ思った気がするけど、もう全然ゴムじゃねえか。即死コンボ警戒態勢に入る、クソコンボ限界態勢、限界態勢しかもう、イモレイモレ、王冠と大砲で始まる。こいつもちょっと聞いてない、これ王冠と大砲、お前もしかして対処法分かんねえのか。だったら俺は徹底するぞこれ、お前がクソコンボしか狙ってねえこと分かってるから。はい、ここは崖、ワンダーキャッスル、うわ上壁を突破された。ちょ落ち着け落ち着け、はい、こやめろやめろ、よし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 。いやここはまた王冠の大砲で立ち回ろう、焦んなくていい。これ焦って DA とか下スマでね突っ込んでいくと刈られる、刈られてそのまま即死コンボ入れられるから、ちょここはねもうルイージー対策同様、この崖端で王冠の大砲をぶん回して相手が近づいてくるのを待つ、そして相手が近づいてきたところをカウンターで。くそこれ埋めてリバーガーするよね、ザーッハはい、ということでまあここまでなんとか戻しました。今回ねマッチングする相手の戦闘力高かったからなんかサクサク上がってったわ。はい、ということで動画以上になりますが、まだチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね概要欄からツイッターのフォローも行きますので、そちらもぜひお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、難しい。